YouTube からサガチャフレックスハイエース南大阪店営業の柴山です。よろしくお願いします。今回紹介するお車は、新型ハイエース版スーパージエルダークプライム2ディーゼル4駆のお車紹介したいと思います。で、このお車は、フレックスと TRD のコラボレーションのお車となっております。では、詳細見ていきます。まずこちらの車は各所マットブラック塗装されています。こちらドアミラーの方と、ヘッドライトとグリルの部分がまず、マットブラック塗装されています。こちらのボンネットが、415コブラのバッドフェイスのボンネットになります。で続いてこちらが、TRD のデイライト付きの、バンパースポイラーついています。でこちらのお車ノーマル車高になります。で続いてタイヤの方が東洋のオープンカントリーとデルフゼロ4の16インチのタイヤとホイールになります。でこちら、両方とも TRD なんですけど、こちらがマットフラップとサイドスカートがついてます。でこちら、デジタルインナーミラーのカメラがついています。で後ろの方にも、トヨタのエンブレムとリアガニッシュの部分が各所マットブラック塗装されています。で続いてテールの方がフレックスのオリジナルのアルティメットテールがついています。続いてこちらバックカメラですね。こちらもついてます。で、中の方がこのようになっています。後ろにはベッドキットが組まれています。フレックスオリジナルのタイプ2というフラットタイプのベッドキットがついてます。こちらの車、両側パワースライドドアの車になります。で、この車ダークプライム2ということで天井が暗くなっているのと、前席ハーフレザーシートの仕様になっています。で続いてこちらが後ろにあったカメラが液晶で映るようになっています。でナビの方が、アルパインの11インチナビですね。ビッグ X の11インチナビがついています。ちょっと見えにくいんですけど、ナビ周りのパネルとシフトノブ、ハンドルノブが、ダークプライム2仕様になっています。で続いてこちらバックカメラですね。右側は普通のバックカメラなんですけど、左側がパノラミックビューモニターといって、後で説明するんですけど、上から映し出されるようなものになっています。では前戻ります。
最後にこちらトヨタのセーフティーセンスとパノラミックビューモニターですね。先ほどあの上から映し出されるようなものがこちらから映し出されるようになっております。あとインテリジェントクリアランスマーといって前に4箇所後ろに4箇所ついています。いかがでしたでしょうか。この車、フレックスと TRD のコラボレーションの車、今とても人気な車となっております。気になった方はぜひ南大阪店までご来店ください。最後までご視聴ありがとうございました。